中国連合航空は中華人民共和国の格安航空会社である。正式社名は中国連合航空有限講師、略称は貫猫である。本社は北京市豊台区に置かれている。中国連合航空は1986年12月25日に創立された航空会社である。創立当初の経営母体は中国。 人民解放軍空軍であった。本拠地空港は、北京の民間機専用空港である、北京首都国際空港ではなく、空軍基地がある北京南苑空港であった。また、設立直後の保有機も中国民港や空軍が VIP 輸送用として運航されていた、ホーカーシドレートライデントが主であった。後に、旧ソ連製や中国製などの旅客機も導入された。 人民解放軍が経営する航空会社であったため中国を訪問する外国人が利用する民航の実刻表に掲載されていなかった。それゆえ存在がはっきりしない謎の航空会社であると言われていた。最大38路線に就航していたとされている。2000年、江沢民党総書記。 国家主席が主に利用する政府専用機としてボーイング767から300を購入したが、盗聴機などが取り付けられていた。中国政府が軍部による営利企業の運営禁止する措置を発表したため、中国連合航空は2002年11月に運航停止された。その後の中国民間航空会社の再編で自然消滅したと思われていたが、 2005年10月20日に上海航空の協力の下で企業体制が改革され中天航空企業系の中国連合航空有限講師として復活した2014年7月格安航空会社へとサービス方針を変更することが明らかとなりファーストクラスを廃止2015年3月29日より実施された2014年の 中国民用航空局による統計では運航正常率が55.7%であり中国の主要航空会社では最も悪い数字であった2018年8月国土交通省より外国人国際航空運送事業の経営許可を受け定期チャーター便として運航していた円台福岡路線を8月15日から定期便とした2019年9月 北京大港国際空港が開港し、本拠地を移転した2019年12月現在、ありがとうございます。